おはようございます。おはようございます。あれから1日が経ち、自転車乾かしてたのが乾いたので今日ペンキ塗りだね。ただペンキ塗ろうと思ったんだけど、早いな。早いよな。染めるの早いな。これまた磨かんといけん。は？嘘だろ。前回結構ここぐらい、これに近いぐらいなってたよね。結構ガッツリいったな。あれだね、これとかもまたやり直しだよ。でも一応前よりかは薄いね、まだなんか薄いではあるから。じゃあ前回と同じようにもう一回磨きます。でもすぐ綺麗になる。ちょっと早っ。いやいや、調理ルールも決まった。見ろ、硬派の男はシルバーでしょうか。間違いない。でも早いな。早いずっと長い時間だなって。ちょっとやったら落ちてくれるから。はい、次はペダルの方にあるやつです。早いじゃない。これ平らだからやりやすいわけよ。めっちゃ綺麗になるじゃん。駒ごましたのパルプやってアイリアンリアがそうだな。いいじゃんね。この状態からでも遅れるメッセージあります。開催探偵団です。OK。 塗っていく。はい、じゃあこれ今からちょっと色塗りっていうかペンキで色塗りたいと思います。そうだね、スプレーなんだけどね。はい、ちょっと我慢できないで試し塗りしてしまって。なんか大丈夫そうな感じするね。乗ってるね、ちゃんと色は。おお、普通にっぽい、シャリっぽいぜ。こっちも塗ってよかったのか、これって。いいんじゃないか、もうどこでももう銀にして、もう見えるところ全部銀にすれば。全部銀にするか、うん、カゴ以外。カゴも銀にするか。でも塗っていいのか。はい、全部。ちょっと色違うけど、お願いします。塗装してくれて。本当はこんなってやらんの。本当はどんな手なの。めちゃクロンとか塗ってからやる。うん、落ちないように。ちっちゃいおならみたい。おお、下に切れたよ。やば、いいじゃんいいじゃん。やばいな。すごいな、綺麗よ。ビューティフォー、ビューティフォーだから。はい、じゃあこんな感じでシルバーのボディが出来上がったんで、あとは 3,40 分乾かすんだ。そうだね、 3,40 分って書いてあるから。じゃあ 3,40 分後にまた会いましょう、はい、さよなら。さよなら。見てください、ちゃんと色が乗ってるか触りたいと思います。あ、乾いてる。お、ついた。まあいいや、大丈夫でしょう。微妙にしかつかないから、もうこれ乾いたと言っても大丈夫じゃないですか。はい、ってことで、リストはこれでいいんかな。え、これでいいんだよな。一応チェーンとかはもう買ったんすよ、あらかじめ。うん、走れば OK みたいな。そうそうそう。最初何借りるやったっけね。チェーンからかな。タイヤじゃん。タイヤからはめる、前のタイヤ。はい、ではここからちょっと自転車を組み立てていきたいと思います。とりあえず今こうやって改めて見たけど、めっちゃ光ってるね。輝きすぎだろこいつ。軽っ。なんかここの部分は特殊ネジって言った。これブレーキですね。お、絶対倒れ。はい、今前のタイヤをつけてブレーキまで設置した状態です。おお、なんか
解体前みたいな。次に必要なのはワイヤー。自転車前回、まあ、解体パンチがしてくれてそれ見てたんですけど、自転車ってすごいなって思った。この組み立て、この外すのにそんなに時間かからなかったんですよ。けどこの、何て言うんだろう、とりあえずすごいなって。3万円じゃあちょっと、ここからは人手が必要なので GoPro で撮ります。はい、今前ブレーキをつけることができました。素晴らしすぎる。じゃあ次は後ろのタイヤはめますか。でちょっとはめる前にブレーキ買ってきたんですよ。これ一回外さないといけないかも、後ろのやつ。ドラムブレーキだっけ。ドラムブレーキ、あーって閉まるやつ。うんうん、ゴーゴーロス出ました。中野市のお兄ちゃん硬そうだね。ボールがダメなってる。これ一回洗おう。はい、じゃあちょっと中があまりにも錆びてたため、もう一回ベアリングをきれいにしたいと思います。え、汚っ。こういう動画はワクワクしますか。ワクワクするな。おー、イケメンやこれ。すごっ、コーヒーみたいになってる。あ、死にきれいになってる。本当はもっと綺麗にしないといけない。もっと綺麗になるんですか。多分さ、今日俺とパンチでこれ組み立てしたら多分動かん自転車出来上がってるんで。こういった細かい作業って毛利さんしかできないじゃないですか。なんていうんですか、今やろうと思えばできるんだよ。学ばんと。あ、できるかもしれないですけど、どこにどれ入れればいいみたいな。オイルの種類とかが分からんから。俺も分からんよ。あ、モテキト。俺も分からんよ。あ、缶応用よ、今まで。知恵袋で聞けばいいし、写真撮ってこうしたいんですけど。あ、そうだよ、知恵袋で聞けばいいよ。知恵袋で聞けばいいんだよ。おスムーズじゃね。オッケー、これでいこう。はい、完成です。マジっすか。うん、なんか色だ。確かに、パンチ、これさ、浜さんがさっき言ってたんだけど、うん、シャリ完成したら、もちろん沖縄一周するよねって言ってた。マジっすか。いや、あれです。貧乏だから、会社行き来、自転車でやろうかなと。じゃあ、車終わったら売りに行こうぜ。絶対いや。ピンを抜くっていう作業ですね。抜けるのかい。抜けるかな、これ。お、シャリと。うん、綺麗。おー、でもまずこれ止めないといけないみたいな。自転車組み立てるなんてこんなに大変なんだな。ねえ、自転車屋さんってありがたい。どんどん閉まっていってるぜ。よっしゃ。うい、OK？ ハマってる。こっちもオーリーさんになんてできなかったな、うん、終わってた。はい、完成。ちょっと立ち漕ぎはできる。全部前ブレーキしか来たんで。後半戦です。これつけて立ってくれるだけで大きな違いだよね。だいぶこれを持ち上げればいいのか。せーの、はい。で、これが来て、二人でやれば早いね。早い。おわ、バッチリじゃないか。バッチグーサイが。
角度えぐいな。あれこうだった？普通こっち蹴るから逆だと思ったけど。見分かる？この蹴るさ。反対だわ。だよね。反対だよね。向きが左右が。向きが逆だこれ。はいはこれや。でこれが来て、なんか組み立ててる感出てきたついに。ブレーキだ。ブレーキ。後輪のブレーキ。これもちょっと乗ってみていい？乗れるか、うん、あ乗れる。おおすごっ。あ普通に上等。ブレーキはブレーキもちゃんと効くぜなんか面白いな。モリさん上等。あたたた特に気にならんぐらい。じゃああとブレーキ。そうだな、ブレーキとカゴだな。カゴだ。モーリーさんがブレーキやってる間にカゴ取り付けしようかな。じゃあで、モーリーさんブレーキっすね、はい、車と自転車って一緒は一緒違うよただ、車輪とかあんな系は全部一緒かもしれない。ブレーキついてるし。誰が最初に自転車にエンジンつけようと思ったのかな。足パンパンなった人やね。ねえこいでて、うわもう足パンパンみたいな。どうも通すんか。ブレーキって長さ一緒なんすか自転車全部。いや、違う。こういう場合どうするんすか。切る。あ、切っても大丈夫なんだ、うん、泥よけ。泥よけもついていい感じです。一つちょっとカゴを作る際に問題があるんですよね。あるな。下が押さえるやつがなくて、もともとだからもうここだけで、結構いろんなとこ探しに行ったんですけど見つからんかったね。見つからなかったよね。だから重いものあんまり乗せられないかもしれない。あっさ死に長いこれ。ブレーキもうこれ自転車のカゴ完成？完成だな。お、本当だ。斜めってるけど、まあ、それも愛嬌でしょ。自転車っていう感じになってきた最後通してお、来たついに完成です。完成です。わぁ熱いメッセージを君に届け。熱くなろう、カメオメッセージ。ハイサイ探偵団。まだ完成。完成した？うん。すごいな。でもまだ足りてないのがあるぜ。それが、これ。マスクです。マスク。森さん、これ、一番肝心なのこれって言われたの。新しいマスクで。ああこんな感じだったやねえ。確かでも色が正反対の色になったなあ。蘇ったの何もかもが。すごい。デージ最高。今日のヒーローモーリーさんは最後仕上げ、錆びてるところも全部なくなる。来た。おぉすごっ。似合う。もう書かれてる。見ます。おほおばさんの完成で。うわ怖い。ヤンチー あ完成か。完成。いよいよすごいな。てかあれだったね。ん本当にモーリーさんがいなかったらできんかったな。すご。今日からパンチの通勤号これね、うん、ブレーキも効くし。お疲れ様でした。お疲れ。
か。はい、ということで、今回は海底清掃で、海の底から引き上げた自転車をレストアしてみようでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい、本当によみがえったね、自転車。帰ったのカゴとチェーンとブレーキだけ。うん、そうっすね。タイヤがそのまんまっていうのがすごいっすね。すごい、すごい。しかも空気入れてないこれ。最初迷ったんすよ、どこまで変えようかって。フレームとサドルとタイヤがそのままだから全然、うん、全部変えたらもうこの自転車じゃなくなってしまうから。全部変えるんだったら普通に1台買おうが安いとか。いくらぐらいだった全部。椅子とか入れたら5000円ぐらい。じゃあ1万円ぐらい得してるやん。そうっすね。これからもよろしくね。よろしく。はい、今回は海底から引き上げてきた自転車を直したみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の空は青かった。